これから司令拳についてお話します。まずこの司令拳の花はですね、3月から4月頃に白い花を咲かせます。次に大きさですが、通常1メートルぐらいのものがありまして、大きくなりますと高さが8メートルぐらいに成長する司令拳もあります。次に成長が遅いか早いかを分けますと遅い仲間になります。また常緑樹か落葉樹に分けますと落葉樹の仲間になります。次に剪定の調査ですが、この司令拳は通剪定に耐えることができません。それを踏まえまして剪定のポイントですが、通常そうですね、胴吹きやヒコバエなどそういった枝が出た場合はですね、その枝を切ることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円からとなります。